主成分分析、主成分分析、主成分分析とは相関のある多数の変数から相関のない小数で全体のばらつきを最もよく表す主成分と呼ばれる変数を合成する多変量解析の一手法データの次元を削減するために用いられる主成分を与える変換は第一主成分の分散を最大化し続く 主成分はそれまでに決定した主成分と直交するという高速条件の下で分散を最大化するようにして選ばれる。主成分の分散を最大化することは観測値の変化に対する説明能力を可能な限り主成分に持たせる目的で行われる。選ばれた主成分は互いに直交し与えられた観測値のセットを線形結合として表ことができる。 言い換えると、主成分は観測値のセットの直行規定となっている。主成分ベクトルの直行性は、主成分ベクトルが共分散行列、あるいは相関行列の固有ベクトルになっており、共分散行列が実対称行列であることから導かれる。主成分分析は、純粋に固有ベクトルに基づく多変量解析の中で最も単純なものである。主成分分析は、 データの分散をよりよく説明するという観点からそのデータの内部構造を明らかにするものだと考えられる。多くの場合、多変量データは次元が大きく各変数を軸にとって視覚化することは難しいが主成分分析によって情報をより少ない次元に集約することでデータを視覚化できる。集約によって得られる情報はデータセットを元のデータ変数の空間から 主成分ベクトルのなす空間へ遮影したのであり、元のデータから有用な情報を抜き出したものになっている。主成分分析によるデータ構造の可視化は、可視化に必要なだけ先頭から少数の主成分を選択することで実現される。主成分分析はにおける主要な道具であり、にも使われる。主成分分析は観測値の共分散行列や相関行列に対する、 固有値分解、あるいは、大抵は正規化されたデータ行列の、特異値分解によって行列。主成分分析の結果は、主成分特典、因子特典と、主成分不可量、因子不可用によって評価される。主成分特典とは、あるデータ点を主成分ベクトルで表現した場合の、規定ベクトルにかか係数であり、ある主成分ベクトルのデータ点に対する寄与の大きさを示す。 主成分負荷量は、ある主成分特典に対する個々の正規化された観測値の重みであり、観測値と主成分の相関係数として与えられる。主成分分析は観測値の間の相対的なスケールに対して敏感である。主成分分析による評価は、主成分特典と 主成分負荷量をそれぞれ可視化した主成分プロットあるいは両者を重ね合わせたバイプロットを通して解釈される主成分分析を実行するためのソフトウェアや関数によって観測値の基準化の方法や数値計算のアルゴリズムに細かな差異が存在し個々の方法は必ずしも互いに等価であるとは限らないたとえ R 言語におけるコディチェ1関数とファクトミナーのコディチェ2関数の結果は異なる。主成分分析は与えられたデータを次元の楕円体にフィッティングするものであると考えることができる。この時、それぞれの主成分は楕円体の軸に対応している。楕円体の軸が短いほどデータの分散は小さく、短い軸に対応する主成分を無視することでデータの分散と 同程度に小さな情報の損失だけでデータをより少ない変数で表現することができる。楕円体の軸を見つけるにはデータの平均を座標軸の原点に合わせる必要がある。そのためデータの共分散行列を計算し共分散行列に対する固有値と固有ベクトルを計算する。また、それぞれの固有ベクトルを直行化し正規化する必要がある。 固有ベクトルの組として、互いに直行する単位ベクトルが得られたなら、それらに対応する軸を持つ、楕円体によって、データをフィティングすることができる。それぞれの軸に対する寄与率、分散の比は、その軸に対応する固有ベクトルに対する固有値を、すべての固有値の輪で割ったものとして得ることができる。注意すべき点として、分散はデータのスケールに依存するため、 主成分分析の結果はデータをスケール変換することで変わり得るということが挙げられる。主成分分析は1901年にカール・ピアソンによって導入された。ピアソンは力学におけるからの類推によって主成分分析の方法を得た。主成分分析はピアソンとは独立に1930年代にハロルド・ホテリングよっても導入され、ホテリングによって 主成分分析と呼ばれるようになった。参照。主成分分析は応用分野によって様々な呼び名がある。主成分分析は因子分析によく似ている。因子分析はデータの背後にある構造に関する分野固有の仮説と主成分分析の場合とはわずかに異なった行列に対する固有ベクトルを求める手法であると要約できる。主成分分析は 正純相関分析とも関わりがある。正純相関分析は2つのデータセット間の相互とも分散に基づいて座標形を定める手続きだが、主成分分析は単一のデータセットの分散に基づいて座標形を託する手法である。数学的には、主成分分析はデータの規定に対し直行変換を行い、新たな座標形を得ることであり、新しい座標系は、 その第一成分、第一主成分と呼ばれるから順にデータの各成分に対する分散が最大になるように選ばれる。以下ではデータ行列として各列の標本平均が例になるものを考える。データ行列の各列はそれぞれデータが持つ特定の指標に対応し、データ行列の各項はそれぞれ異なる事例に対する指標のを表す。主成分分析は、 次元ベクトルによってデータ行列の確保を主成分特典のベクトルに変換することであり、主成分特典はデータ点と負荷量ベクトルの内積によって与えられる。負荷量ベクトルは単位ベクトルであり、各主成分特典の分散を第一主成分から順に最大化するように選ばれる。負荷量ベクトルの個数、つまり主成分の数は元の指標の数に等しいか。 より小さい数が選ばれる。負荷量ベクトルの個数、つまり新しいデータ空間の次元を元の空間の次元より少なく取ることで押することができる次元削減を参照。主成分分析による次元削減はデータの分散に関する情報を残すように行われる。第一主成分に対応する負荷量ベクトルは以下の条件を満たす。さらに変数が 単位ベクトルという制約を除けば、上述の条件は次の等価な条件に簡約化することができる。右辺の最大化される量はに対するレイリー賞と見ることができる。は、対象行列だから、レイリー賞の最大値は行列の最大固有値となり、それに伴い不可量ベクトルは対応する固有ベクトルとなる。第一不可量ベクトルが得られれば、データ点に対応する。 主成分特典、あるいは対応するベクトルが得られる。番目の主成分は、番目までの主成分を、データ行列から取り除くことで得られる。不荷量ベクトルは、新たなデータ行列に対して、主成分特典の分散が最大となるような、ベクトルとして与えられる。このことから、新たな不荷量ベクトルは対象行列の固有ベクトルで、あり、右辺の括弧内の量の最大値は対応する。 固有値を与えることがわかる。従って、すべての負荷量ベクトルはの固有ベクトルである。データ点の大主成分は主成分特典として負荷量ベクトルを規定とする表示が与えられ、また対応するベクトルは主成分特典に対応する規定ベクトルをかけたとなる。ここでは行列の大固有ベクトルである。ここではの正方行列であり、 確列ベクトルは行列のの固有ベクトルであり単位ベクトルである。は、データセットから与えられる経験的な標本とも分散行列に比例する。データセットに対する2つの異なる主成分の間の標本とも分散は以下のように指定られる。の変形においてが行列の固有値に対応する固有ベクトルであることを利用した。は、対象行列であり、 対象行列の異なる固有値に対応する固有ベクトルたちは互いに直行するから結局データセットに対する異なる主成分間の標本とも分散はゼロとなる。上述の結果を言い換えると主成分変換は経験的な標本とも分散行列を対角化する座標変換であると特徴付けられる。元々の規定に対する経験共分散行列は 行列記法によって以下のように表すことができる。ここではの固有値からなる対角行列である。固有値は対応する添え字の主成分特典の事情和に等しい。行列が得られれば行列の直行性を利用して主成分ベクトルを規定とする経験、共分散行列として次の表示が得られる。線形変換はデータ点を元の次元の空間から与えられた データセットに対して、核成分が互いに無双感になるような次元の空間へ移すが、一部の主成分だけを残すような変換も考えることができる。第一主成分から順に、各主成分に関するデータの分散が単調減少するように負荷量ベクトルが得られるため、最初の個の負荷量ベクトルだけを残し、残りの説明能力の低い負荷量ベクトルを見ると、次のような変換が得られる。 データ行列を変換することで得られる種、成分特典行列は、元のデータセットの分散を保存し、事情、最高性誤差の総和を最小化するように与えられる。元のデータセットの分散をできる限り残すように、次元削減することは、高次元のデータセットを可視化する上で重要である。例えば、種成分の数をに選び、二つの種成分がなす平面に、データセットを遮影すると、 遮影されたデータ点は、主成分のなす平面に対して最もよく分散し、データに含まれるクラスタはそれぞれ分離される。従って、二つの主成分がなす平面はデータを平面上にプロットする上で都合が良い。遮影平面として、別の平面を選んだ場合、クラスタ間のばらつきは小さくなり互いに、重なり合うようになるた、実質上は、それぞれのクラスタを分類することが困難になってしまう。 回帰分析でも次元削減は有効である。回帰分析において説明変数の数を増やすほど特定のデータに対して過剰適合したモデル、すなわち他のデータセットに対して誤った結果を与えるモデルを勝ちである。モデル生成に使ったデータに対してモデルが過剰適合しないためには説明変数の個数を適当に制限する必要があり、一つのアプローチとして 互いに強い相関を持つ説明変数を削減し、より少数の主成分によって回帰分析を行う方法がある。この方法をと呼ぶ。次元削減はノイズの大きなデータを分析する上でも適切であることが多い。データ行列の各列、つまりそれぞれの特徴量に対して独立同分布なガウシアンノイズが含まれる場合、変換されたデータ行列の列にも 同様に独立動分布なガウシアンノイズが含まれる座標軸の回転操作に対して独立動分布なガウス分布は普遍であるためしかしながら最初の小数の主成分に関しては全体の分散に比べてノイズに由来する分散が小さくなるためシグナルノイズ比を高めることができる主成分分析は主要な情報を小数の主成分に集中させるため 次元削減によってノイズが支配的な成分だけを捨てデータ構造を反映した有用な成分を取り出すことができる。主成分変換は行列の特一分解とも結びつけられる。行列の特一分解は以下の形式で与えられる。ここで和の区形対角行列であり、対角成分が正の行列である。の対角成分を行列の特一という。 和の正方行列であり、確列が互いに直行する次元の単位ベクトルとなる、行列、つまり直行行である。各々の単位ベクトルは行列の左得意ベクトルと呼ばれる。同様には、確列が互いに直行する次元の単位ベクトルとなるの、正方行列である。こちらの単位ベクトルは行列の右得意ベクトルと呼ばれる。 前説で示したの固有値分解と見比べると、の右特異ベクトルの組は、またの固有ベクトルの組でもあり、の特異値はの固有値の平方根に等しいことがわかる。特異値分解を主成分特典行列に対して行うと、以下のような分解が得られる。主成分分析の実装として、の特異値分解のアルゴリズムが、しばしば利用される。特異値分解から器用の、 小さな得意値を除いてを作るということは、元の行列とのフロベニウスノルムで測った差を最小化するような回数の行列を選ぶことに相当する。この結果は、エッカート・ヤング定理として知られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。